まあこれ今パッと短く言ったけど、それはその謹慎期間10年って、僕は今考えてもやっぱ10年めちゃめちゃ長いなと思うんです。謹慎期間で10年っていうのは。その間にも肉巻きおにぎりやったりとか、もういろんなこと山さんはやってるんですよ。僕はすべ、僕でもすべて知らないけど、もうとにかく生きるために、 何かをしなきゃってことでいろいろとトライしてる山さん、パンケーキ屋さんとかもやってたな。で、そっからお寺に行くんですよ。で、それはなぜかと言うと、もうきちんとした反省っていうものを、の期間、場所、それが吉本がお寺での一年間、こう、 修行というかお寺で奉公するってことをして復帰に向けて考えたらどうかって言って、当初、僕はそれで何の意味があるんだろうと思ってたけど、でも従うしかいな、なかったので、まあ、そうしないと復帰の道が見えてこないので。なので、高野山というところに山さんは行くんですけど、 僕は高野山に入って2日目の日と1年間たった下山する日にあの山さんに会いに行くんですけどお寺の時も言ったらお坊さんがいて住職の方いてそこにお弟子さんの方みたいなお坊さんがいて その下ですから、山さんは。で、いろんなお寺のお手伝いをするんですよ。で、冬は本当に足がしびり上げるぐらいの寒さだと思います。想像するにね。僕が行った時でも寒かったんで。で行った時は山本さんの上に、 兄弟子みたいなのが二人ぐらいいたんですよ。年下の兄弟子ですけど。名前、今覚えてますけど、まあ、あえて言いませんね。兄弟子のお坊さんが二人いて、僕は入,入って、お寺に入って二日目の時に行ってるので、もう山さんがもう、いろいろと教えてくださいって、その人たちに言いながら、頭を下げてる姿とか見て、廊下の雑巾がけとかを教わってる山さんを見て、 本当に一年間やれるかなとか、こう、今、秋に入ったと思うんだけど、こっから冬がやってくるのに、この雑巾がけを毎日本当にできるんだろうか、寒さに耐えてとか、なんかいろんなこと考えたのを覚えてるんですよ。では、まあ、こう、連絡は取り合ってましたけども、一年間、一年経って、 山さんが下山するっていう時に、荒野山から降りるっていう時に僕迎えに行ったんですよ。二分の五の森本とで。吉本にも行ってもいいけど絶対にお前が行ってるってバレないように、こう、帽子を深くかぶっていけみたいな。で、森本と一緒に荒野山に行って、驚愕したのは、え お寺にも軍団山本作ってますやんっていうのが俺の第一印象でした。入った時の兄弟子みたいな存在の二人がもう山さん山さんつって山さん、さんさんあもう明日からいなくなったらもう僕たちどうしていいかわかんないですっていうなんか逆転してたんですよ。で、パートのおばちゃんたちがいるんですね、その祝、 お寺なんだけど宿舎も兼ねてる。荒野山を観光しに来た人が宿坊っていうのかな。なんかこう泊まりに来る人がいるから、そういう人たちのお世話をするのを、まあ、お寺のお坊さんの、その山さんとか兄弟子の人とか、それの人たちだけじゃできないから、パートのおばさんたちが四五人いたんですけど、もう山を降りるときに、そのおばちゃんたちが、山ちゃん、山ちゃん、もう、 いつでも帰ってきてねって泣きながら山さんを送り出すんですよ。で、山さんはウィーエースみたいな感じで山を降りるんですけど、そこが軍団をどこでも作る人だなと思って。ね、あと年齢関係ないね。性別年齢関係ない。もう山さん、山さんって言わ,言われてるあの姿はね、うん、今でも 思い出しますね。荒野山の山を。まあ、険しい山なんですよもん。そんな簡単に行けるような山じゃないので。車で時間かけて登って、人間力を見ましたね。俺自分だったらああなってないような気がするんだよな。俺もそこそもこうコミュニケーション能力は高いし、人懐っこいんですけど、 なんか、山さんのような、なんか、軍団みたいなのを作る、作れるタイプではないと思うんですよね。びっくりしたなあれびっくりしたな